日でございます。今日はねちょっと今朝の6時なんですよ、朝の6時で、いつもは私この時間はもう仕事行ってます、5時ね半ぐらいから、はい、朝の5時半ぐらいから仕事しているんですけれども、今日はちょっと休みで、朝からちょっともうコーヒータイムですね。コーヒータイムで、はい、はい、まあいろいろな、ことをやってます。もう動いてますね、でね朝早いのいいんですよやっぱり、本当にね。で仕事も朝だから5時半から10時ぐらいまでやってるんですけど、もうそれ終わったら自分の仕事に入れるっていうことで、まあ、おすすめではありますね。で今日ね一応私その、まあ、朝仕事してるっていうのは、まあ、自分の事業が、まあ、やってるんだけどやっぱ不安定なんですよ。もう突き抜けるときは突き抜けたけど落ちるときも同じぐらい早く落ちていくし、やっぱ安定しない、安定しない。やっぱ社会人では会社勤めではないので、本当にねもう本当にこの円安ね、円安の煽りも受けてますよマジで。これはもう痛いです。もうね、あともう本当にね物も高く、まだ仕入れで売ってるから仕入れ価格も高くなるでしょう。で運賃もまあまあ高くなってきたでしょう。で為替の影響もろに受けてるでしょう。これもう本当にね厳しい時代ですよ本当に、まあそんな感じで、でもそうなっても一応朝ちょっと働いてるじゃないですか。である程度そっちの方で収入あるのと、あと YouTube ね、 YouTube もなんていうのかな、いや住んでる期間も一応私の方に収入入ってくるわけですよ、そう結構ね入ってくるんですよ。数万円入って毎月ね何もしなくても数万円入ってくるということで、まあそこら辺で合わせて生活しているんですけれども、でまあそうは言ってもその働いてる今ね朝働いてるのを全部じゃあ使ってるかっていうかそうじゃなくて、ある程度投資してるんですよ、全額がねなかなか難しいけど5万円から10万円ぐらいの間で毎月投資するようにね、しておりまして、今月もまあそれぐらい、今月ちょっと多く投資できる投資資金としてね運用できるなと思って入れているんですよ。でそれがやっぱね私ねちょっともうここ2年ぐらい仮想通貨にいろいろ手出してて、でそれがねやっぱずっとこう上り調子の時に始めたから、まあ今ガク下がってるからもうかなりマイナスなんですよ。マイナスだけど続けてます。仮想通貨はね続けてますね。今も FTX、 まあ多分ねニュースとかになってるから知ってるかもしれませんけれども、 FTX の件で、まあ、破綻したからボカン落ちたんですよ。落ちてさらにまた落ちたみたいな感じなんですけど、でここが実は買いだと思うんですよね。買いでもうちょっと下がるかもしんないけど買いだと思って、今月はまあもじゃさんと相談して夫婦でまた別にお金取ってあるんだけど、そっちの資金も貯金しておくよりもいいんじゃないかっていうことで、それも変えてます。 そっちは結構大きい金額を変えましたね、結構大きい金額、しかももう一発できるぐらい、まだ現金であるので、もう一段下がったらまた買いましょうっていうので貯めてるぐらいあるんですけど、で僕の方は毎月一定金額ぐらいで5万から10万ぐらいを、まあ、仮想通貨の方にちょっと積み込んでるって感じですね、はい、それを、まあ、積み込んでるじゃないですか。で朝今日はどれぐらい上がったかなとか下がったのかなみたいなのを見るのが楽しみです本当これね忘れた方がね本当はいいみたいなんですけどね、本当ねもう投資したことを忘れてずっと何もしない方が多分儲かるらしいんですよ。私もなんかいろいろ
なんかいじっちゃうから結構マイナス幅を広げたっていうのも何回もある。ほんとね、びっくりするぐらい負けてますけどねびっくりするぐらい負けてるけど、でもちょっと今はあのなんかだんだんなんていうのかな、筋道が分かってきてやってますね、はい。で、まあ、何に投資してるかざっくりだけ、はい、金額まで言えないけど、うん、つかそんなにバカみたいな金額じゃないけど、一応何を投資してるかだけはちょっと伝えていこうかなっていうふうに思います。で、基本的には、私ね、あの海外のバイナンスっていう、まあ取引額ではナンバーワンの取引所、うん、仮想通貨のナンバーワンの取引所の方のところにまあやってます、うん。で、そこの中、まあ日本のやつだとやっぱ手数料が高いので、もうあの一応日本でビットバンクっていうところにまず入金して、まあ細かい話するとこ入金して、でそっからリップルっていう仮想通貨を買うんですよ。でリップルは送金手数がめっちゃ安いから、リップルからバイナンスに送金して、でバイナンスでコインを買ってます、うん。でね、おすすめなのは、まあ当然あのビットコイン上位、うん、あの一番ね、時価総額が高い順から並んでるんだけど、まあ、ビットコイン、イーサリアム、USDT っていうのはドルとあの同じ価格に設定してあるので、これはちょっとまた別なんですけど、あとバイナンスコイン、BNB バイナンスコインとかで、あとリップルとかね、うん、カルダノとか、この上位関係はいいと思います、うん。で、ここら辺に分散投資はしてる、うん、4位ぐらい、リップルぐらいまで、上位4位は買ってる、カルダノも買ってるな、うん、ここまで買ってますね。で、あとはこれ YouTube で進めると YouTube の収益が減る可能性があるんですよ、うん。だからあんまり言いたくはないんだけど、多分だからあんまり YouTube で情報とは流れないかもしれないんですけど、これね、田村亮太がまさかの CM やってるんだけど、あのね、ブレイブっていうあの Google Chrome に変わるんじゃないかって言われているブラウザ、うん、ブラウザの、仮想通貨があるんですよ、うん。で、これがいいと思います。これね、ほとんど Google Chrome と変わらない性能を持っていて、で、Google のブックマークとか、あとパスワードとかも全部引き継げるんですよね。うん、で、使えると。で、さらに、あのね、広告をカットしてくれるんですよ。もう広告は邪魔させないっていうことで。邪魔はさせないで、広告がないから、広告がない分早いですよっていうことと、うん、まああといろいろね、うん、まあ細かくはちょっと説明しきれないですけど、とにかくあの広告がない分早いで、どうあのね、 YouTube もこれを入れるだけで YouTube の動画内の広告もカットしてくれるから、めっちゃいいと思いますめっちゃいいと思う、うん。で、広告じゃ全くないのかっていうと、実はあって、あのね、あのブレイブのホーム画面みたいのがあって、そこにの、 あの壁紙に広告が載るんですよ。さりげなく広告が載ってて、この前もワンピースのフィルムレッドの広告とか、あとメルセデスベンツとか、まああとはね、あとはサントリーとか、結構大手の会社があの広告出してんの、うん。で、多分その広告も厳選してると思う。なんか変な広告じゃないっていうか、よくあるじゃないですか、変な広告、なんかわけわからんゲームの広告とか、あんじゃなくてもう完璧にあの有名企業で安全なところの広告が出てる。で、それを見るじゃないですか。見るとどうなるかっていうと、見た人にコインが払われるっていう、すごくないですか。これね、私ね、1ヶ月まあまあ見てると、あの100円とか200円ぐらい、もうちょっとかな、貯まるんですよ、見るだけでだよ。で、今価格めっちゃ落ちてるでしょ。あのバットコインももう5分の1とかまで落ちてるから、だからこれずっと今1年間貯めて1000円とか貯めてれば、もしかしたら将来1万ぐらいになってるかもしれない、バカ上がりしてね、うん。
そう、ただ広告見てるだけでもちょっとお金になるっていうのはいいなっていうところです、うん、そうで、そのバットコインを例えば私の YouTube のところに、まあ、あのプレゼントすることもできるっていう、うん、あのこともできるのでただまあ、うん、細かくはちょっとあの設定とかね結構めんどくさいかもしれないですけど、まあ、そういうのがあって結局これなんか将来的に伸びそうなので私はこれには投資してますね、うん、ブレイブねいいと思います。あともう一個がシータコイン、うん、シータコインはこれはね逆に次世代の YouTube になるんじゃないかっていうやつです。でこれに投資してるというかお金出してるのが Google とソニーなんですよ。これすごくないですか。これねソニーって書いてあるじゃないですか。ソニーと Google がねあの出資してるんですよ。ここなんか闇が深くないですか。でまあこれも結局 Google が今 YouTube っていうのは Google が大きい、まあ、大きいサーバーっていうかにいっぱい動画をこう集めてやってるじゃないですか。でそれが中央集権っていう中央でまとまってるんだけど、そうじゃなくて分散化にしましょうっていうことで、例えば私とかみんなが持っているパソコンのストレージ、うん、まあハードディスク内に空きがある場合、例えば何ギガぐらい、まあ、2テラぐらいあって1テラぐらいしか使わないからもう1テラを、貸し出してもいいよと、うん、で貸した分ね、その動画用に貸した分をシータコインもらえますよっていうやつです。でそれのいいところは中央集権だと、まあ、ここのところから遠いところ遠いところだとデータ飛ばすのめちゃめちゃかかるじゃないですか、うん、で、まあ、日本はそんなことないと思うけど世界的に見たらあの動画を見るのが遅い人がいるみたいなんですよね、うん、だから、まあ、それを分散化することによって、まあ、近くから動画をこう飛ばせるから、あの早かったり、あと分散化することによって、まあ、YouTube だと例えばいろいろな規制がかかるじゃないですか、うん、規制がかかるのをその中央集権にしないから規制がかからないで自由な、まあ、動画を届けることができるっていうこと、うん、これ合ってるか分かんない、ちょっと私のちょっと合ってるあの完璧に合ってるか分かんないからね、私専門家じゃないから。ただそういうのがあってそれに出資してるのがまた Google であったりソニーであったりっていう、まあ、大手企業がやってるってことで、これも多分伸びると思う。これもマックス値から今10分の1ぐらい下がってるんですよ、ね、これも買いのような気がする。ただどちらもあのさすがに Google、YouTube でしょ、それひっくり返るかっていうのもあるじゃないですか、うん、Google、Chrome、YouTube だからポシャる可能性もあるから、まあ、全額これに突っ込むっていうわけにはいかないけど、ただ例えば余剰金があってまあゼロになってもいいなって思う、例えば10万円が今あったとするじゃないですか、10万円入れるともしかしたら数年後に10倍になって100万に返ってくるかもしれないし、まあこの企画がポシャるかもしれないと、うん、でもポシャったら Google であったりソニーであったりもポシャってるから、まあ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 ねまあ踏ん切りつくじゃないですかまあそういう感じで、まあ、入れてますね。ただこれも最初に言いますけどやっぱりこれ自己責任です。本当に自己責任本当にね。でただ今落ちてるとこにで買うっていうのは、まあ、ディスカウントで買ってるようなもんなんで、なんかみんなこう上がってるからもっと上がるから買いませんかっていうじゃないですかね。でも下がってる時に買いましょうってやついないじゃないですか。でそういうことなんですよ。買い煽ると上の方で買ったやつは損するじゃないですか。でも実は今仕込み時だからみんな買いましょうって言わないんですよね、うん、だって安い時になんで今買えよって安いんだからっていう人いないでしょ、うん、今買いだしたと思いますまあいろいろなものがね S&P500 とか、まあアメリカのね大手あの医療企業がある500社あるよ、ね、S&P500 とかナスダックとか、あとそこら辺のね日経はどうなのかな、まあ開花とか分かんないけど、うん、あと全世界の株とかまとめてね、買ってもいいと思いますし、うん、
今投資はちょっと買いかなっていうふうに思います。